コミックリリーフとは、1985年に、エチオピアの飢饉を救うために、コメディ脚本家、リチャード・カー・アーティスト、芸人レニー・ヘンリーによって設立された、イギリスの事前事業である。イギリスの文化ともなっている2年に1回、姉妹プロジェクトのスポーツリリーフと交互に開催される、番組である。3月にレッドノーズデーと呼ばれる参加者、募金者等が同化しがつけるような、 赤いつけ花を身につけるイベントが大きな目玉である。寄付を集めるために様々な関連商品が販売される。代表的な商品は赤いつけ花である。貧しい人々や恵まれない人々の生活に前向きで持続的な変化をもたらすことであり、人々の差し迫ったニーズに対処する仕事に投資すると、共に貧困と不正の根本原因に取り組むこと寄付。 されたすべての募金額を寄付すること、必要経費やスタッフの出演料は分配されるまでの募金の利子とスポンサー企業から提供される。募金額の多くが女性支援の事前団体に行くことから男女平等に沿わないという批判がある。また本来の目的とは異なる対象への募金利用が指摘されたり、貧困ポルの呼ばわりとと,ともに今年の最も不快で、 ステレオタイプな募金動画として、ラスティラジエーター賞が授与された。2019年2月、英国労働党の政治家が、コミックリリーフスタッフのウガンダ取材旅行で、ソーシャルメディアに投稿した、アフリカは、疲弊と助けようがないステレオタイプが、いつまでも続いているに対して、世界はこれ以上白人の救世主を必要としないと、述べ批判した。その結果、 2007年以来最低の募金額となった。その他、フィンランド、アイスランド、ベルギーなどでも同様のイベントが行われている。ありがとうございます。